すいません、アイソレの普通サイズの加藤を一つお願いします。はい、失礼します。はい、みーちゃんです。今日はね、仕事終わって遅くなったんで、今夕方の6時ぐらいにバタバタコメダに来たんですけど、意外にね、この時間に来ることなかなかないんですけど、学生が多くて取りにくいなって思ってるんですけど、コーヒーで乾杯で、じゃーん、この日めくりカレンダーのこの手作りを、私のちょっと保育士がいるんですけど、友達と姪っ子とチビでみんなで作って、気持ちがこもった本当に日めくりカレンダー、これ何時間2時間ぐらいかけてね作ってくれたんだよね。可愛くない？めっちゃ嬉しいよ。チビとかもね、本当に頑張ってくれてね、絵とかね、なんかわからない絵なんだけど、チビが頑張って描いてくれたんで、これでね乗り切って頑張っていこうかなと思ってます。撮影日からするとあと46日、もうあと1ヶ月ちょっとになったので頑張っていきます。で、みーちゃんはコツコツしながらバーっとして、もう結構ね溶いていって、あとね1個になってます。もうあとは終わり。今日はね、最終のこの最終ページのテストに挑戦して、何点取れるか試していきたいと思います。ちょっとね、一番最後のね問題がめっちゃむずくて、ちょ全然わからんとけど、ちょっと漢字は頑張って書いています。いや、マジでむずい。全然ね、なんか勉強したところじゃない、初めての漢字が出てくる。だってわかんないもん。意地もなんか、いい、これだっとったかな。犠牲、犠牲。飽きない。クワダテル。クジラ。クジラは魚に。魚に。クジラ。結果ですけど、じゃーん。ちょっと言い訳していい？本当に一番最後の問題が、この書き問題の時点で、全然わかんなかった。ちょっとむずすぎた。で、じゃーん。98点やった。やばいね。でも、まあ、確かにこの問題はちょっとむずい。今までと比べたらちょっとむずかったけど、まあね、今まで勉強してたところがわかるようになってはいるので、まあこれを復習しながら、あとはもうこれで全部終わったので、一通りこう一番最初からわからないところを変えていって、また復習するっていう形でやっていけたらなぁと。そうね、目標は160点は取りたいな。あと60点か。頑張ります。もう夜も7時過ぎたので、そろそろ帰りたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。